定例会見を始めます。よろしくお願いいたします。聞かれたんだな。私から今日はです、申し上げることはございません。質問があったらどうぞ。エレックステレビの山中です。IOC の評価報告書がおととい出されて、財政面は評価されたものの、選手村の狭さや支持率の低さが指摘されたことについて、知事の所感をお願いいたします。選手村がですね、そんなに強勝とは思いませんね。これはですね、出来上がって見てみれば分かることですけども、特に高層のですね、要するに建物は困るということだったんでね、中層というか低層にして、とにかく階段で上がれるようなあれしたんですけども、それにしてもですね、主要の人間の数やですね、その他この他の機能にしても、私はそんな狭いと思いませんが、ただ支持率の問題はね、これはもうね、2月の時点で調べたことでね、あの頃は確かに東京って本当に非常に少なかったけども、それからキャンペーンに努めてですね、現在で 80% を超す支持率になってますからね、それはこの間のローザンでも説明しましたし、今度のコペンハーゲンでも改めてですね、説明しようと思ってます。それからリオデジャネイロはだいぶ興奮して走ってるみたいだけどね、これなかなかね、IOC の世界っての政治的でしてね、どうにか非常にこの見えない部分ってたくさんあるんだけども、これは側聞した情報ですけども、やっぱりブラジルにですね、ある大幹部が、ブラジルの評価の中のですね、一言だけど、ある副詞を、ある意向で変えさせたという情報も入ってますが、それがね、情報として伝わることがブラジルにとって果たして得あるかということ、これまだわからないですな。非常に物の見えにくい試合というかレースであることは間違いないということです。ありがとうございます。だからこれからね、ある意味はもう全力尽くしてですね、やる以外ないんでね、もう前から言われていることはね、2点3点するんだと。それで実際にですね、ことが決まるのはコペンハーゲン行ってから投票日の2日前ぐらいからだということになるとね、それまで努力やめるかと、そういうわけにもいかないんでね、それを踏まえてね、どういう弾みがつくかつかないか、それからある人からね、そのブラジル大統領がね、マドリードとね、リオは取引してね、片っ端もや片っ端応援するということを、フランスのラジオですか、言ったらしい。これがなんかね、非常にみんなショック受けてる。これはもうね、なんていうのかな、IOC の世界じゃ常識的なことでね、それを表にだって言うか言わないかの問題で、これも得不得ってのはまた結果によって分からんですな。はい、どうぞ。読売の滝山と申します。今の IOC の評価レポートの関係なんですけれども、今ルール、さまざまな点について教えていただいたんですが、東京に対するですね、評価をこう全体的にこう、一度コメント発表されているわけなんですけれども、実際に知事の言葉で、包括していただければと思ったんですが、評価の全文とね、その要約読み比べてみていろんなことが分かるんですがね、例えばね、とにかくこの間来た調査団も等しく団長以下同じこと言ったのは、私たちは絶対この段階でコンパリスンをしない、比較というものをしないということを言ってましたが、今度もね、つまりなんていうのかな、どの都市も要するに同じですよ、そこそこ同じですよというイメージを作るのに苦労してるなって感じしました。ですから例えばね、その全文とね、要約の中の違いはね、
ホテルの問題ってのは、これはもう実にさまつなちっちゃなことなんですね。それでね、本部にはきちっとね、一応ね、そのホテルのリザーブっていうのは、開会式から閉会式まできちっとやりますと言っていながら、しかし、その非常に強い需要があるときはですね、前の1週間、それから閉会式の後の1週間も、これはちゃんと確保してですね、十分な提供いたしますということを言ってるのにね、そこのところはねぐられててね、なんか、ホテルの需要供給についてちょっと不安だなんて文章ありました。これはね、まあ、ようやくはようやくでしかないからですね、まあ、こちらはなんか肩すくめて読まざるを得ないのかもしれないけど、ある意味では正確な予約とは言えませんな。で、そういう点がね、それからね、これ大事なことはね、IOC の委員たちもね、それほどつまりなんとか勤勉というかね、与えたものを全部読まないんだね。で、まあ皆さんにご覧いただいてたら、最初のなんて言うんでしょうね、このプレゼンテーションの大きな、風呂敷につながりましたね。この間、ローザンヌ行ってね、いや、綺麗だった、美しかったって言われたけど、ある人に言わせると、あれ本当に読むやつは 5% もいねえぞと言うんだね。そうすると、こっちもがっかりしちゃったんだけど、で、ますますだからね、今度のね、報告書が大事になってくるんですけども、その報告書もね、まあ、その報告書を見てことが決まってしまうことのないようななんか、やはりノーコンパレスンという形でできてるんでね、まあいろんな気を使ってるのかなという感じはしましたけども、ただまあ、ね、ドイツのスポーツの専門誌などは東京が一番になったというのと、それからスペインの新聞はあれですね、これで要するに、東京とね、なんですか、リオデジャネイロが一頭抜けてですね、まあ、決勝に臨むだろうって、そういう予測もしてますね。まあ、それには別にこっちも安心して安住するつもりはありませんけども、まあ、非常に見えにくいレースだね、これ。私はまあね、世界であちこちヨットの試合してきましたがね、大体風の吹いてくる方向とか変わり具合とか、なんか慣れてる雲の流れが眺めたりね、海の波の様子見てるとね、あそこに潮があるなとかね、こっちはこっちの潮があるとか分かるけどね、今度は読めないね。はい、他にどうぞ。あったらどうぞ。 NHK の藤井と言います。IOC の関係なんですけれども、やはりその、まあ、報告書は報告書としてあるとは思うんですが、最終的にはやはり各国の顔がですね、最後のプレゼンテーションというのが重要だと思うんですけれども、まあ、その辺が日本はまだ見えないという、まあ、各種報道があります。それについて知事はいかがお考えでしょうか。いや、これやっぱり総力戦ですからね。もう前からお願いしたように、今度内閣も変わるんでしょうがね、やっぱりその国民が選んだ内閣の意思としてね、日本の顔になりうる、まあ、できれば皇太子殿下ご夫妻にですね、お出まし願いたいし、そのね、努力を今度やっぱり新内閣にもしていただきたいなと思いますね。新内閣の首相に出席を要請というのは、これももちろんそうですね、合わせてです。ただやっぱり、まあ、鳩山さんがなるんだろうけども、非常にスケジュールがタイトのようですな。まあ、国連での演説、それから訪米ワシントン、まあ、なかなかね、しかし、まあ、要するに新総理のですね、公式日程、つまりその時点での総理大臣の公式日程としてはですね、組み込んであるようですけども、まあ、これやっぱりね、どういう事態が発生してきて、どういうタイムスケジュールかまだ分かりませんな。はい、どうぞ。東京新聞の石田と言います。シカゴなどの他都市の評価についてはどのようにご覧になりましたでしょうか。まあ、極めて分かりきったことが書かれているなという感じですね。まあ、アメリカはね、国の法律が違うからね、政府の保障ってのはもともとできない、そういうその政治体制があるんだろうけども、それをですね、まあ、国情によってね、こう条件が違ってくるというものを IOC がどういうふうに評価するかしないかというのは、これやっぱり投票の結果見なきゃわからないですね。はい、どうぞ。
新宿新聞の木田です。国交省がですね、ヤンバダムの入札を延期するということになりましたけれども、これについての知事のご考えをお聞かせ願えればと思うんですが、この間ね、あるところでね、その東京のある区と姉妹関係になっている、あの東吾妻っていうのかな、水没する地域のもう一つ川下の方の町の町長さんに会いましたがね、彼はもう非常にね、慨嘆してたというか、困惑しきってましたね。これやっぱりもう大方ね、工事が進んでね、あとね、ダムを築いてね、水を貯めるという段階まで来ているのに、しかもその町も、それから水没する町も、それ想定していろんな人が動いてですね、土地も作り、学校も移し、ね、道路と、今までは道路とね、鉄道もですね、要するに新しい道筋で通すように大工事をしてね、まあ、そのあそこに水が溜まるという想定で橋も巨大な橋をいくつも作った。そのためにね、まあ、地元の人も理解をし、ある意味では犠牲も払ってきたのにね、この段になってね、こんなことやれても私たちどうするんだろう、どうしたらいいんだろうかということでしたがね、まあ、あの前にもこの話も出ましたけども、やっぱりそのこういうね、異常気象っていうのがどんどん深刻化してる時にね、まあ干ばつも大流行りになったし、大雨も大流行りになってきたけども、日本だってですね、いつですな、どういうその干ばつにさらされるかわからない、日本は島国だからそれはないだろうってことで決して済まないと思うしね、でアメリカなんかね、一つの州が山火事を起こして隣の州じゃ大雨降ってるわけでしょ、隣接してても。こういうなんか現象が起こっているときにね、その現在の水需要でね、もうこと足りてるんだからダムいらないっていうのはね、しかもまあ、あるその念のための平時ということでね、膨大なお金出して作ってきた。東京だって分担金で出資したわけですよ。これが国の意思中心になったら当然返還請求しますからね。その時にですね、まあしかし僕はね、やっぱりこれ完成するよりも、バラしてしまってダメにした方がいろんな保証も含めてお金がかかると思いますね。それから前に申し上げたけどね、小河内ダムだってね、あれは最初いらないいらないって言われたの。それでこんなもの作ったらどうするんだって言われて、できた時もですね、繰り返して申し上げると、小河内って要求もしょうがないって読めるんだな。それでしょうがないダムだって言われたのがね、次の年にはね、今度干ばつになって、あのダムがあったおかげで助かったっていうことになるわけでね、やっぱりその治水利水ってのはね、やっぱ気象の変化にさらされるわけですけど、左右されるわけですよ。これ分かりませんよ。しかもね、もうとにかくあそこまで作ったものをね、やめて放棄するってのは、これはまあちょっと私には考えられないね。やっぱりそのね、計画全体をね、見直して破棄するというなら分かるけども、ほとんど工事が進んでしまったものをね、私は、ダメにしてですね、新しい廃墟を作るわけでしょ。これはやっぱりね、その基本的に政府として、財政上の実利も考えて、私は、まあ、冷静に判断してもらいたいと思いますな。はい。どうぞ。朝日新聞の渡辺と申します。IOC の話に戻って恐縮なんですけれども。恐縮じゃないよ、どんどん聞いてくれ。新しい質問ならな。はい、あの都知事が会長を務められる招致委員会が都議会にあの議員の派遣を要請されたことについて、この狙いが何であったかというのが一つと、あともあの、ま、都民の方からも、一部100万円という予算とかにですね、反対の声も上がっていて、議員の数を減らすという動きがあることについて、どのように受け止められるか教えてください。これやっぱりあの総力戦ですからね、あの都議会もね、その招致運動をあの作って超党派で、まあ、共産党反対だったみたいだけども、あのやってきたことですからね、国民的なイベントなんだからね、その国民の都民の代表がですね、ことを見届けに、しかもいろいろ知恵出して、今のその要するに江東区の区長になった山崎さんなんて最初は委員長してて、ものすごくいろんなことやってくれました。あの視察の時もね、まあ、そういうものの延長でね、私はやっぱり都民の代表である議員の方々がね、まあ、数は何人とは言いません、それはもう議会が決めることだけども、いろいろね、
東京の立場で知恵も出してくれですね、その現場に行ってね、まあ、あるキャンペーンを手伝っていただくというのはありがたいことと思いますけども、東京がその要するに全面的な応援を依頼したことがありましてね、特にそのコペンハーゲンに行ってくださいということじゃなくてですね、その中の一環として都議会も判断されることでしょうから、まあ、その人員の数が多くないとそれはまあ議会が決められることですからね、はい、ありがとうございます、はい、それじゃ あどうぞ。朝日新聞のベックと申します。民主党がですね、政権交代して幹事長に新しく小沢さんを選ぶことを決めたんですけれども、かねがね、まあ、あの知事はさまざまな場所で小沢さんに関する発言がありましたが、幹事長、小沢幹事長誕生に対してどういうふうに思われますでしょうか。それはまあやっぱり選挙に関しての辣腕というんでしょうからね、あの来年の参議院の選挙を見越してね、まあ、彼は代表を降りたからだけども、代わりのですね、代表がですね、要するに政府の基盤をもっと盤石にするために来年の参議院にかけるそのですね、責任を小沢幹事長にですね、委託するというのはまあ当然のことだろうと思いますけどね、はい、それじゃあ